実際に使ってみましたが、メガネユーザーにとってはもう究極のながら聞きデバイスなんですよ。はい、どうも皆さんこんにちは、ラダマホです。今回はメガネユーザーでながら聞きしたい方は特にチェックする価値のある商品を紹介します。それがこちらの生活に溶け込みすぎるオーディオグラス、ファーウェイアイウェア2です。普通のメガネに見えますが、スピーカー内蔵で音楽を楽しむこともできるし、通話もできます。耳を塞がず周りの音もしっかり聞くことができるので、何か作業をしながら音楽を楽しむ、ながら聞きもできて、かなりね生活に溶け込みます。まあそりゃそうですよね。メガネってずっとかけているものなので、それで音楽楽しめちゃいますから、スマホのように生活に溶け込みます。特にメガネユーザーの方は耳掛け式のねオープンイヤー型イヤホンをつけると、メガネのフレームと少し干渉してね、長時間使用すると耳が痛くなっちゃう方もいらっしゃるので、メガネユーザーはねオーディオグラス使うのかなりありだと思います。もうね究極のながら聞きデバイスと言えますね。今回もオンデーズとのコラボ商品も発売されて、オンデーズにてド入りのレンズに交換できます。この動画で紹介するチタニウムシルバーのウェリントン型ハーフリムもオンデーズでねド付きのレンズに交換できます。前作と比較して音楽再生時間が最大11時間と倍近く伸びていますし、2台同時に接続できるマルチポイントにも対応、アプリで使いやすいようにカスタマイズもできます。より薄型軽量になって、従来のメガネと同じような装着感を実現しているので、普通にね普段使うメガネとして使用できます。では詳しくご紹介していく前に、これからもオーディオ製品を紹介していくので、チャンネル登録をよろしくお願いします。パッケージはこのようなデザインになっています。開けるとこんな感じでメガネケースが入っています。三角形のケースでアイウェア2を傷つけずに保管できますし、このように折りたたんで平らにすることもできるので、ケースを使わないときは荷物にならないのがいいですね。それから充電に使うマグネット式充電コンバーターは、片方は USB Type-C 端子、もう片方はテンプル先端につけることで充電できます。前作よりもマグネットの吸着力が約 30% 向上しており、外れにくくなりました。ファーウェイのロゴが入ったクロスも付属するので、メガネを拭いたりできますね。で、こちらがチタニウムシルバーのウェリントン型ハーフリムですね。軽量かつ耐久性に優れたベータチタンを使用しており、シリーズ最軽量の約 4.5g のリムにブラックシルバーテンプルを組み合わせたおしゃれなデザインになっています。R 角設計の滑らかなカーブと光沢感のある質感で高級感がかなりありますね。横から見るとこのようなデザインになっていて、テンプル部分は前作より約 20% スリムになり 9.7 mm になりました。テンプル先端に至っては約 28% スリムになっているので、より一般的なメガネに近いデザインになりましたね。上から見るとこのようなデザインになっていて、スピーカーが搭載されていることがわかりますし、下からもね音が出るようになってますね。では実際に装着してみるとこんな感じになります。チタニウムシルバーはファッショングラスを含めた重量が約 39.2g と、まあ一般的なメガネと比べれば、それはまあバッテリーを搭載しているので重ためかもしれませんが、これがね僕が普段使ってるメガネなんですけども、そうですね。実際この僕が使ってるメガネと比べても重くて疲れるなっていう感覚はないんですよね。例えばこのながら聞きできるオープンイヤー型のイヤホンは、ここのね耳の部分に負担がかかると思いますが、アイウェア2はこれメガネ型なので、まあ耳のここの部分であったり、まあ鼻パッドの部分であったり、重さがね一点に集中しないので、意外とこの普通のメガネと比べてもそんな重たい感じっていうのはないんですよね。もちろんこういうねオープンイヤー型イヤホンと比べればね、これ安定感もこれ抜群で、まあ頭振ってもねこれ全然ずれる感じもないですね。これならジムで運動する時でも普通に使えると思います。それから音楽の再生は最大11時間、通話は最大9時間となっています。前作の音楽再生時間は約6時間だったので、かなり長くなりましたね。最大11時間もね音楽再生できるのであれば、まあ、普通にノイキャン搭載の完全ワイヤレスイヤホンとほとんど変わらないので、十分な再生時間ですよね。約10分の充電で最大3時間音楽再生ができる急速充電にも対応していますし、約50分でフル充電できるので、短時間の充電で使用できちゃいます。それからアプリで使いやすいようにカスタマイズできるのでご紹介していきます。このような画面になっていて、 Android のアプリの場合は接続センターで今どのデバイスに接続しているのかがわかります。今こちらの Zenfone 9とこのねデスクトップのパソコン両方に接続できていて、2台同時に接続できるマルチポイントにも対応しています。でこれで Zenfone 9で音楽を再生すると、このようにね再生していることがわかるアイコンも表示されます。で接続センタータップすると、このようにペアリングしたことのあるデバイスが表示されるので、例えばねこのララマロのスマホに接続した場合はこれタップして接続を押せば、このように簡単にねパソコンからララマロのスマホに接続を切り替えることができるので、この接続センターかなり便利ですね。それからジェスチャーで操作内容も好みにカスタマイズできます。ダブルタップはこのように再生一時停止か音声アシスタント起動、あとなしを選ぶことができます。で長押しはこれペアリングを開始で固定になってますね。
で、通話の場合は着信を拒否かなしを選べます。で、スワイプが音量の調整か曲送り曲戻しかなしをこれ選ぶことができます。で、このスワイプがね、これめちゃくちゃ使いやすくて、これ例えばこれ左側を音量調整にしているので、奥側にねこうやってスワイプしていくとどんどん音量を上げることができます。で、逆に手前側にスワイプすればこのようにどんどんね音量下げることができちゃいます。これ非常にスムーズに音量調整することができます。で、右のテンプルも奥側にこのスワイプすると曲送り、手前にスワイプすると曲戻しできるので、非常にこれねスムーズに操作できて使いやすいですね。で、あと設定を見ると、装着検出でメガネを外した時にね音楽の再生を一時停止して、で、またつけるとね音楽を自動に再生させることができます。で、通話音量を下げるというのは、周囲が静かな環境の時に通話の音量がね自動に下がる機能で、音漏れをね少なくすることができますね。で、あとはメガネを装着している時に時間帯に合わせてね簡単な挨拶をしてくれる機能も搭載していて、基本的にはこの常時装着するねメガネ型デバイスらしい機能ですよね。実際に使っていましたが、メガネユーザーにとってはもう究極のながら聞きデバイスなんですよ。いちいちこの音楽を聞きたいなっていうふうに思った時に、ケースからイヤホンを取り出して耳につけてとかしなくても、常にメガネってかけているものなので、常時装着をしておいて音楽を聞きたい時にすぐに再生することができます。特にメガネユーザーの方はね、耳かき式のオープンイヤ型イヤホンをつけるとメガネのフレームと少し干渉してね装着しづらかったりするので、これはメガネだけで音楽楽しめますから、余分な荷物も少なくなるしね。メガネユーザーにとっては本当に究極のながら聞きデバイスですよね。 IP54 と防水だけじゃなくて防塵にも対応で、運動時やアウトドアでも使えますし、通話もできるので、まあ、仕事のねオンラインミーティングでも使えます。メガネユーザーの方でながら聞きも本当によくするよっていう方は、かなり生活に溶け込むデバイスだと思います。かなり生活に溶け込むっていうか、もうメガネユーザーっていうのは、まあ僕コンタクト今つけてますけど、メガネで過ごす日はもう朝起きてメガネつけたら、もうお風呂とか入るときはさすがに外しますけども、まあ、それ以外は本当に寝るときまでもずっとつけっぱなしなわけだから、それでながら聞きできるっていうのはね、まさしくやっぱこの究極のながら聞きデバイスと言えますよね。それからオーディオグラスで気になるのは、どれだけ音漏れするかですよね。試しに音楽を再生させて確認していきます。はい、今これ音楽再生させています。どうでしょうか。音量はですね、だいたい 30% くらいで、僕が普段聞く音量がこれくらいになります。どうでしょう。今 EDM 聞いてるんですけども。結構ね、iWear 2音量出せるので、まあ、30% くらいでもね、結構しっかりとした音量に感じます。どうでしょう。ピンマイクがね、ここなので、まあ、ちょっと音が入りやすいと思いますが、どうですかね。はい。で、これが 50% くらいですね。50% だとね、結構聞き応えのある音量なので、どうでしょう。少し音が漏れちゃうかもしれないですけど、どうですかね。50% でもこれだけ音量出るっていうのが僕からすると結構すごいんですけどね。はい。これが 80% くらいです。どうですかね。80% だと音漏れしてるのが結構わかるんじゃないかと思います。しっかりとしたね、聞き応えのある音ですね。で、100% にしていきます。で、これが 100% です。すごい。かなり聞き応えのある音量で、ここまで音量出せるというのが結構すごいですね。はい、どうでしたでしょうか。まあ、僕が普段使う音量だと、まあ、30% からまあ 35% くらいなので、まあ、その音量であれば、音漏れは結構少なかったんじゃないかと思います。上下対照的なスピーカー設計で、まあ、下からはね、これ音楽が流れて、で、上からは逆音波の音を流すことで、漏れた音を打ち消す、逆音波アルゴリズム 2.0 が搭載されているので、音漏れはね、思ったより少なかったと思います。まあ、正直今、家にいますから、まあ、かなり静かな環境なので、まあ、ある程度聞こえたかもしれませんが、まあ、例えばジムで運動するときは、まあ、器具がね、動く音とか、まあ、ランニングの音とかも結構するので、僕が普段使う 30% の音量であればほとんど聞こえませんでした。ただね、想像以上に音量出せるので、 50% を超えるとね、やっぱり少し音漏れはしてしまいますね。逆に言えば音量しっかり出せるので、音漏れをね気にする必要ない環境ですね。例えば家で使う場合なんかは、結構聞き応えのある音量で音楽を楽しむことができます。それから通話音質を確認していきます。はい、こちらですね、ファーウェイ iWear 2で録音した音声になります。音声の感じはどうでしょうか。いちいちイヤホンつけなくても、メガネだけでこれ通話できちゃうっていうのがすごくて、耳を塞ぎませんから普通に会話してる感覚で通話できます。では試しにこのスピーカーから街の道路沿いの音を流して、どれだけノイズを除去してくれるのか確認していきます。はい、こちらがですね、今ピンマイクで録音した音声です。車の通りが多い場所なので、まあ、車の音とかバイクが通る音とかも結構聞こえて騒がしい場所です。
こちらが Huawei Eyewear 2で録音した音声になります。音声の感じはどうですかね。しっかりノイズ除去できてますかね。音声の感じはどうでしょうか。はい、今ですね、通話音質確認しました。しっかりね、ノイズ除去してくれるので、騒がしい場所でもクリアな音声を相手に届けることができそうですね。新たなデュアルマイク設計で、約20ミリ前方にマイクを配置したことで、より口に近くなったので、集音性が上がっているようですね。それから音質についてですが、思っていた以上にしっかりと低音が出て、前作よりも重たい低音を楽しめますね。どちらかといえば中低音寄りで、迫力のある音を楽しめます。低音はロックの迫力であれば十分楽しめる重たさがありますね。EDM を聞くと少し物足りなさはあって、もう少し重低音まで出せたらいいかなと思いますね。密閉しないのでボワッとする感じは一切なく、輪郭のはっきりとした低音でメリハリのある音を楽しめます。ボーカルは極端に前に出てくる感じはなく、楽器の音とボーカルをバランスよく楽しめます。オープンイヤー型のイヤホンってラジオとか音声コンテンツを楽しむ方も多いので、極端にねのボーカルが前に出てくるようなバランスになってることもあるんですけど、 Eyewear 2はよりこの音楽的ななり方っていうんですかね、距離感的にも自然で楽器の音もしっかり楽しめますね。高音はね少し控えめで、シンバルの音は不足なくしっかり聞こえて、ロックの迫力も楽しめますが、バイオリンなんかは少しだけこの物足りなさはあって、クラシック系なんかを聞くともう少し上の方まで鳴ってるといいなって思いますね。なのでロックやポップスとの相性はかなり良くて、結構聞き応えのある音を楽しめますし、密閉するイヤホンじゃないので聞き疲れもしにくいっていうのが魅力だと思いますね。それから微妙だなと思った部分ですが、特になし。これ特になしっていうのも、大きな理由はやはり再生時間ですね。僕はメガネユーザーで、かつながら聞きもよくするので、前作のアイウェアも買うかどうか結構悩んだんですけど、再生時間が約6時間ということで、まあ、少し短いなと思って購入しなかったんですよ。でもアイウェア2はね最大11時間ですから、実際使ってみても十分な再生時間でした。やっぱりこういうながら聞きできるオーディオグラスって、ずっと音楽を再生させ続けることってあんまりないと思うんですよ。音楽を聴いているタイミングもあれば、何も音楽とか再生させずにただね装着してる時もあるっていうのがながら聞きなので、僕が使った感じは1日使うと 60% ぐらいねバッテリー残ってました。なので僕の使い方だと、まあ、2日くらいは充電なしでもいけるかなっていう感じだったので、十分な再生時間だと思います。あとこういうオーディオグラスって、どこのメガネ屋さんでね度付きのレンズを入れることができるのかってわからなくないですか。でもファーウェイのオーディオグラスはメガネ専門店のオンデーズとしっかり協力しているので、オンデーズに行けばね視力も測ってしっかりね自分に合ったレンズを入れることができます。正直ねここが一番大きいかもしれないですね。いくらこのオーディオグラスの性能が良くても、自分の視力に合ったレンズじゃないと日常的に使うのはね難しいので、メガネ専門店のオンデーズとねしっかり協力しているっていうのはかなり安心できると思います。はい、ということでメガネユーザーにとってはもう究極のながら聞きデバイスと言ってもいいファーウェイのね Eyewear 2のご紹介でした。僕はオンデーズとのコラボモデルのボストンウェリントン型が欲しいなって思ってます。しかもこれ度付きのレンズのままワンタッチでこのサングラスにできるレンズもあるので、これも気になってますね。このサングラスにできるレンズ結構安いんですよね。気になる方はね下にリンク貼っておくのでぜひチェックしてみてください。それではこの動画良かったと思う方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ラーマーでした。